はい、おはようございます。はい、どうもおはようございます。 YouTuber のシトです。私、エトセポテです。後ろに渡るです。はい、ということでですね、本日おからび3日目突入いたしました。イエーイ。そして3日目の現在の収支はこちら。わおわお。ということで、私たちは今から福岡県は久留米市にありますパチンコ屋さん、キャロル96つぶく本店さんの方に現在向かっております。抽選が9時30分、入店10時オープンということになっておりまして、ですので抽選にめがけて、車を走らせているというわけでございます。はい、我々3人同時来店、はい、しかも事前告知あり。ただこの企画、パチンコへ行くとはいえども、うん、一番重要な要素、はい、これをね、やんなくちゃいけない。で、これそれは一体何かというと、ジャックポットを仕込みましょうと。はい、何かの目をね、購入して、うん、でそれで、朝1の時点で購入、寝かせて、全部のレースが終わったら開封して、さあいくらになってるのかっていうね。今日ですね、帰りの飛行機が20時なんです。開封の時はおそらく東京に着いてから。じゃあちょっとその目をどうするかっていうのをね、決めないといけないんですけれども。なのでね、もうそんな目もう決まってます。あ、何を言ってるんだ。俺たちには男が提案した目があるじゃないか。ああ、ありましたね、昨晩。前回の動画をご覧になった方は分かると思うんですけれどもね、マイケル・シータさんが、はい、まあ動画の最後に出演してくれて、まあ、彼がね、とんでもないことをやらかしてくれたんですね。まあ、見てないという方は、まあ、そちらを見てから来てほしいな。前回の動画を見てほしいんですけれども、まあ、そんな彼にね、今日一体どんな目を買ったらいいですか、というふうにお伺いを、はい、ちょっとね、マイケルさん本人の口から出てきたのがなんと251というね、数字でございます、はい、ビビビッときましたね、うん、なぜなら今日2513というね、視聴者さんの方が来るっていうのもあったり、昨日もあったりしてたりとかして、運命的なものを感じましたので、これでいいんじゃねえかみたいなね、思っております、感じになっておりますから。で、それを1点でいくのか。僕はね、1点でもいいなと思った。そこに集まりでもいいんじゃないかと。ああ、確かにね、まあ、3枚とか持っててもいいですね、はい、でも確かにね、マイケル昨日のあの引きやばかったから。よかった、今日はじゃあ最終日というところでね、盛大に集まりにして、うん、刺さればドラ。ドラもドラしかない、うん、場合によってはめちゃくちゃ高い場合あるからね、251ってあるね。じゃあちょっと今回の解明、うん、1点でいきたいと思います。251クライマックスにふさわしい。はい、ということでね、じゃあちょっと早速全錠購入していきたいんですけど、まあ、まずは入金というところで、いくらだ、4万必要、4万あれば、4万あればって感じか。4万入金、全錠で251、はい、1万2000円ですね。で、これ3枚、怖いな。今のところね、ちょっと、まあ、全部展開するとめんどくさいんだけど、10万と、うん、3、あ、やっぱり500倍とかありますね。あ、いいですよ。じゃあ購入、はいはいはい、ということでこちらですね、はい、3万6000の残り残金4000円という状態で、で、まあ、この状態で今日の夜まで寝かせたいと思います。はい、はい、お願いします。書いてあるね、おはようございます。おはようございます。はい、はい、おはようございます。はい、はい、ということでね、抽選も終わりまして、はい、抽選の結果を見ていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、とりあえずじゃあせーので、そうですね。はい、いくよ、せーの、ドン。え、行きます。ちょっと待って。にごいちさん、今日もありがとうございます。あ、どうもどうも。ね、え、しかも視聴者様が2人揃って委員さんで、忖度です。言わす言うだろ、これは。まあでも、まあ、なんとかなるだろう。
はい、ということで入金、入金じゃねえよ。どういうことですか、どういうことですか。何を入金するの。入店いたしました。はい、はい、取りました。トレードさんバルクレイブ行きました。はい、はい、隣同士ね。はい、制限通りモンキーターン行きました。モンキーターンの方が埋まり良かったね。はい、そうですね。角を座ろうと思いましたが、視聴者の251さんに先を取られましたね。はい、2時までに判断しないと言いませんからね。そうです ね、 ね、時間がないですから。ということで、もう宇宙に行きたいと思います。そうですね、どんどん期待値が下がっていきますから。行きましょう、行きましょう。できればカバーしていきたい。ちょっと持っていた激しいっすね。また500じゃん。マジ？熱い。熱い。熱い。誰だよこんなやつ。いや、なんならもう2人ここらそばにいないっすからね。モンキーにもいない、寝台にもいない。じゃあどこにいるの。バルブレイブにいますから、シトエドは。いやちょっとこれは厳しいな。朝一天国はなさそうだよ。あーまあしゃあないしゃあないこれは。あーあーまあボートレースで一号でかかるのはおすすめですから、ここは道具寺に譲りましょう。究極の生命体になったんだ。こんなの呪いじゃないか。行こうよ。お、いきなりマリエ熱っ。いきなりマリエは熱い。俺は物にしたいね。さあ行くよ。お二人、ちなみにちょっと来てほしいんですけど、
いいっすか、はい、な何したお前何したちょっと来てもらっていいっすか、ぜひ見届け人になってもらいたい。何ですか、気づきました、対戦相手、対戦相手なんと主人公ですよ。え、これ 50% ぐらいあるんじゃない、行きましょう、はい、マジいきなり大チャンス、え超熱いじゃん、いやもう AT を確定してるよね、そうですね、 AT 確定ですね、チャンスアップが、青島が1個でも欲しい、1個でもいい、チャンスアップ、はいはい、負けないよ、いや絶対負けちゃダメよ、負けないよ、頑張れ、マジで頑張れ、マジで頑張れ、青島、青島、いやまだ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 ある、まだある、あ頼むよ、頑張れって、あ肌の負けろ、あやばい、いや弱い、これはやばい、やばい、解散解散、ここから逆転ないよ、ないよ、確かに解散、マジかー、まあ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 、あ自力でまああそこでもう一回たどり着きましょう、ああ大丈夫大丈夫、おい失礼します、現在時刻が、13時55分ですね、2時前ですね、4時間ぐらいちょっと経ちましたけれども、はいはい、どうでしょう、じゃあまず千人さんから どういう状況でしょうか、とりあえずバルグレイブ朝掘ってみたんですけど、はい、まあ、ちょっとまあ何度かボーナス入ったし、なんであれば聴覚名入れたんですけど5連ぐらいなので日戻し見てすぐやめました、ね、展開もきつかったでモンキーターン座ったんだけど単発単発とでもうやめます、ありがとうございます、江戸さんは、はい、私は江戸セブンで、まあ、首都君と、ね、隣同士でバルブレイブ、はい、まあ、ちょっと打ち始めたんですけど、まあ、これがなんとびっくりね、はい、ミミズでした、またミミズ引いたん、はい、私はミミズの積もり率が非常に高いっていう、うん、高いですね、でまあ、500枚持ちで空振り行きまして、はい、で角に打って微妙だったんで、はいはい、その後隣の角を打ったんですよ、はいはい、そしたらですね、400ゲームほどで当たりまして、でなんと終了画面分数高設定しさ出ました、で今 AT 中、なるほど、なるほど、渡るね、ボートレスキー YouTuber ですよ、もちろんモンキーターン、もう初っ端から本店長の優質が青島優質で入ったはいいものの、テーブルは駆け出し一番悪いやつですよ、ですが渡るのボートレース、いやモンキーターンへの愛が通じ、ボートレースにしようよ、駆け出し、来店演者渡る、駆け出しのテーブルでなんとグランドスラム達成、それはやばいよ、その引きがやばい、そしてまた、青島バスハタも、今度2人を呼ばずに通しました、突破、まあ、その後青島懲罰1回ぐらいやって結局15連で2500枚ぐらいで終わっちゃったんですけど、その後結構100回転前後回しただけでね、まあ、初当たり引いて2回目の初当たりは単発だったんですけど、3回目の初当たりで今何ボートはボートが仕事しないね今日、やっぱしゃあないっちゃしゃあないんですけど、ああ仕事したボートがやっと仕事しましたよ、はい、渡る無双ラッシュですか、渡る無双ラッシュ突入、はい、渡る無双ラッシュ突入、はい、誰も俺を止められない、はい、誰も止められないぞ、渡るを止められ、渡るを誰も止められ、はい、渡るを誰も止められないぞ、あーこれはゲーム数か、ゲームスっぽいな、はいはいはい、はい、フェンセス、はい、止められない、無双無双だ、行くぞ、あーこれ浜岡さんに負けです、やばい、大丈夫大丈夫、無双だ、おい自分を信じろ、はい自分を信じた結果が、はい、まあこれはまあ浜岡さんなんでね、ゲーム数です、さあ問題は次だ、行くぞ、渡る無双ラッシュ、
何が起きてるの？壊れた？よしよし、じゃあ行きましょうか。ちょっと油断を2回ぐらいしちゃったんでね、しっかりとレア子役を引いていきましょう。これじゃダメ、これじゃダメ、レア子役。はい、レア子役はいらない、レア子役はいらない。めっちゃ切るぜ。まだね、ちょっとお店に来てないのが全速後かね。やっぱお店に来てね、そこら辺が欲しい。ここで、あ、ダメか、ダメか。はいはいはい、はい、連戦。連戦の確率おかしくないか今日。はい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 、すごいな、ボンキータ、こんなことある。全速行きたいからもうえのきさんでもいいよ、えのきさんでも、えのきさんでもいいよ、えのきさんでもいいよ。おお、来たわ、えのき。レア子役引けばいいですだけですから、これレア子役引けばいいだけ。じゃあいきます、レア子役、レア子役レア子役、レア子役、レア子役はいらない。えのきに勝つのにレア子役はいらない。はい、もうどうなってんだ、僕が一番驚いてるよ。最後全速、全速まだお見せできてない、お見せしたい、ぜひ。さあ行ってみよう、全速へ。おい、すごい、有言実行かよ、怖いな。これが、皆さん、言霊です。もう声に出すことで、言葉にすることで、実行できると。さあ行ってみましょう、全速で。あとお見せできてないのがやっぱプチューンですよね。見せてやるぜと、プリーズ。3桁上乗せ行きましょう、3桁上乗せ。
一番チャンスですからここプチューンする。じゃあ行きましょう。まずはプチューンですよ。あ、いきなり失敗しちゃった。あ、大丈夫大丈夫。はいはいはい、プチューンプチューンプチューン。はい、プチューンして、あー、ダメー。まあまあまあ十分じゃないでしょうか。あ、忘れてた。あ、これはちょっと今油断してたな。油断してたわ。これは厳しい。今レバーがね、ダメでしたね。油断してたわ。レア子役、レア子役、ダメか。まあ十分じゃないですか、今回も。連戦入りすぎじゃない？ね、何連目今？今2連目の最中なんですけど。ワンチャンもう1回っていうことあるな。いや、全然あるよ。ちなみにこれテーブルがギャンブラーだった場合、グランドスラム確定です。マジ？前半がきついやつでしょ。はい、ギャンブラーだと 10% 通せます。継続では使えません。 10% ですよ、持ってますから。 V ストック3つここで全部消費して、継続継続グランドスラム達成。これってさ、継続の場合って V ストック使わないんだよね。使わないです。で、でダービーキングだとちょっと使っちゃうんで3つ、まあ、それでも次5回目まで行って 80%、 それ通したら次6回目は継続 2V1 ですよ。またグランドスラムで何枚持ちやねん。3000枚3100枚ですね。アドレ投資12000円。勝ちだこの男。勝って、やばい、俺打たない方がいいかもしれない。え、人君が投資4万。いや、3万9000で俺が、3万2000。あ、まあ多分今はプラスなんで、ちょい、え、ちょいプラス、ちょいマイナスぐらい、ちょいマイナスぐらい、ちょいマイナスぐらいですね、うん。ということでね、ご飯をさっと食べて戻りましょ う、うん、そう、時間もったいないからね。今日ね、まずタイムリミット5時だから、あと3時間しか打てないですよ、はい、やばいっす。急ぎましょう。ちょっと今よろしいでしょうか。わかりました。どうぞ。あらららららら、あらららら、これはだ、あ、運命やん。ちょっとこれを打ち込みたいと思います。はい、じゃあお二人にちょっとこれ見届けてほしいです。あ、僕たちを呼んだんだから通すよね、もちろん。これは分岐点だよ。これ通るか通らないか全然話違うから。通るよ、もう通ってる。そうですね、もう通ってる、もう通ってる、もう通ってる。来たやったぜ、初めて見た。俺も初めて見た。このパターンある。いや、な、何今のかっこいいって思ったの。俺もおかしいなと思ったんだよ、なんでダナ来たと思って。超綺麗、超綺麗じゃない。これよくやった。確定なんだよ。確定だからやっぱいいんだよ。ああ、上ってことは飲むに続くだよ。じゃあ行きます。お願いします。9。いいなんだ。いい振動。久しぶり。めっちゃ久しぶりに聞いたぜ。ここで復活。復活だ。聞いたぜ。俺そろそろ車で待機していいかな。大丈夫です、あの待機してもらって、はい、頑張ってください。無理せず、はい、無理せずやっておきます。これ久しぶりの運命の一撃投射。じゃあちょっと堪能します。もっともっと、上位AT 超からくりサーカス。
最高。はい、オーシャンカップ。ということで、はい、ストック2個あった、ストック2個あったで、今まあ1個の商品でも残り1個だったんですけど、まあそういうことですね。たどり着いてしまいました。また1日で2回見れると思ってもいなかった。いや、自分で買ってみせるか、自分で買ってみせるか、無理か、チャンスアップ。いや、これでさっき外したんで何とも言えないですけど、決めろ青島、青島激アツです。はい、ありがとうございました。本日2度目の青島 SD、 これがボートレス系 YouTuber の力。確か、あ、すいません、あー、すいません。時間がですね、はい、今ね16時29分、まあ16時半というところで、はい、時間も残りわずかというそうですね、もうどうするか判断をそろそろしないと。簡単な状況を把握したいんだけど、はい、おのおのざっくり収支どれぐらいかっていう、まず投資から全部聞いていいですか、全員で。僕が39,000、僕が12,000です。これ63,000ぐらい、投資合計こちらですね、113,000円と、はい、持ちメダルだけど、はい、俺が確かね、からくりで今2,400枚メダル持ってて、はい、でプラスパチンコであと1000玉ぐらい、1000玉ちょいかな。で、わたるくんが、わたるが今ですね、結局伸びてくれて4,700枚、4,700枚でしょ、はい、まあ7,500枚ぐらいぐらいあるね、ざっくりだけど、まあプラスっちゃプラス、このぐらいプラスです。まあ、本当今日のジャックポット分ぐらいですか、まあ、これでまくってるか、まくってます。今日1日で見たら最高系の形、そうですね。でフライトが8時なんですよ、はい、でまあ、チェックイン余裕を持って7時なんだけど、まあ、レンタカーの返却とかもろもろあるから、はい、一旦ここで決めますか、決めましょうか、もろもろ片付けして、そうですね、挨拶して、はい、挨拶して撤収しましょうか、はい、はいはい、お疲れ様でした。お疲れでした。ということで、ただいまの時刻はね、22時22分でございます。はいはい、まあ、ちょっと先ほどね、羽田空港に着きまして、着きました、はい、我々としてはもう帰ろうやというところなんですけどね、はい、すっかり忘れてた JP 開封と、はい、まあ、ちょっと羽田に着いてからの開封となりましたけど、まあ、ちょっとね、空港が閉まってもあれなんで、はい、手早く、まあ、手早く行きましょうか、行きたいと思います、はい、
で改めて回目のおさらい、まあ251全場全場全です。しかも厚張り300円、的中一覧ポンとして1個で待った日には激アツお祭りになります、はい、一応現時点で今日1日単位ですよ、うん、2,000円3,000円マイナスぐらいのマイナス数千円のマイナスなんです、うん、JP の投資入れてね。そうそうです、うん、これが仮に何もなかったとしても助かったというか ちょいマイナス、うん、1日単位で考えればそう、うん、で旅全体でいうと約27万ぐらい。それ以上言うんじゃない、君は、うん、まあここに出てます、うん、ちょっとおぞましくて私は見ないようにしますけど、はい、うん、でここでどういう結果が出るかと、はいはい、これが本当の全ての旅の収支が決定する瞬間でございます、はい、ね、ここはさどうしようか、誰が押すかなんだけど、まあ僕かなりいい成績を収めました、うん、ただそうだ、ね、あそこで間違いなく全ての運を出し尽くしたと思ってます、うん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 、なるほど。今日運を使ってない人は誰ですか。私だ、私はこの旅で何の運も使っていない、はい。そうですね、今日じゃだけじゃなかった、うん、今日だけじゃなかった、この一撃に俺の上振れを出そうじゃないか、じゃあ一つ二つとは言わん、五個いきます。まあちょっと五は言い過ぎかもしれないけど、うんうん、いやいや、まあでも近しいもの、そのぐらい溜まってるから引きが、まあまあ確かに、うん、じゃないとね、あの採算合わない、採算合わない、採算合わない。俺この度で動画のに出演しないことになっちゃうから、うん、次回以降ちょっとね、うん、あのメンバー考えることあります。遅刻してないのに元メンバーとして扱われる可能性があるから、ありえます、このままだと、うん、じゃあ行くね、はい、お願いします。引き溜まってますから、はい、3,2お願いします。1 Fire。 来たぞ、ほら、これは激アツ。待ってください、集まり3枚、満州御三家とトップヒッター小島だぞ。やばい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 、70万州あるぞこれ。え、ちょっと70万州3枚、210、あの下から行く、はい、上から行く、いや上から行こう、上から行こう、これは、ね、うん、これは江戸川は安い可能性もある。そう、江戸川はね安い、わかりました、じゃあ上から行きましょう、いきます、はい、私がこの3日間貯めた引きを全集中全開放いたします。江戸川八です。まあ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 、せい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 、でもでもだよ、これ君たちリアクション薄いちで一応2万だからね。なんか腹が立ったんだけど一瞬今。いやいや、もうちょっとリアクション欲しかった、ちょっと腹が立った。いやいや、あ、まあそんなもんかみたいな、俺は結構ちょっとね、いやごめん、や昨日が、昨日が、そうですね、昨日良くなかった、君たち脳が焼けてるだろ、なんなら2万だぞ、昨日が良くない、でも今日1日ないってみたらプラスなんですよ、この時点でプラ額です、この時点でプラス2万プラぐらい、うん、あと25万で、はい、25万、はい、いやもう70万周、もうね、お化けが住む、はい、お見せしたいと思います。じゃあ行くよ、関東台行きます、はい、ラスト3 2 1 Fire。 全ての引きをここに、いけ。すいません、僕動画で全部カットしてください。なんかあれだね、上位入れて単発で終わったみたいな感じの、今日の君のバルブレイブみたいな感じ、うん、超革命、うん、そのシーンもカットするんでしょどうせ。せめてここで使ってよ。で、まあ、残高確認、うん、まあ、今日1日で見たら、まあ、このジャックポット単体だったら8000円のマイナスだったと、ね、そうだね、まあ、収支としても、はい、今日1日で見たら、まあ、ご覧の通り、まあ、ここに出てると思うんですけど、うん、まあ、プラス、まあ、検討した方なんじゃない、まあ、かなりね、うん、まあ、今日1日は勝った、はい、うん、勝った、俺ら勝った、2万ぐらいね、うん、だからトータル25万ぐらい、うんうん、まあでも3日間楽しかった福岡、まあ、ね、まあ、楽しめたら楽しめたんでね、うん、まあ、ちょっと次どこの城に行くか分かりませんけれども、はいはい、まあ、残りの城がねこんな感じになってますよ、10畳弱ぐらい、10畳前後ぐらい残ってますんで、うん、まだもう半分も半分は回ったんですよ、半分は終わってるんですよ、ちょっとスケジュールの合間を縫ってまた行きましょう、はい、はい、今回は福岡九州編か、九州編の、はい、3日間の旅動画、ありがとうございました、ありがとうございました。その時にまたお会いしたいと思います、はい、またお会いしましょう、クビにしようこいつ、ちょっとね、これから渡ると江戸のニューウェブで始まります、ね、はい、ちょっとだけ使ってな、俺の動画、帰ろう、はい、おい、ちょっと待てよ、編集でずっとモザイクする、はい、俺の部分ちょっとは使ってな、俺が超革命入れたところは使えよ、おい、もがいてる
よ曖昧な理由もないこの感覚信じて